さあオリックスですけども、皆さん今日の試合は見たでしょうか。今回はですね、今日試合行われましたけども、楽天との試合ですね、4月の11日、早くもですね10試合目が行われたということで、素晴らしくオリックスが6対0で勝ったということで、この試合をですね振り返りながら、次回に向けての試合をまあ考えていけたらなというふうに思いますけども、そんな中でですね、今日のスタメン、オリックスご覧の通りでございます。まあね、茶野選手は、ずっとここ最近一番ライトで、出てきているので、まあそんなにこうね当たりましたよみたいな感じではないですけども、あとはね森選手がこう指をこうね怪我したみたいなところがあって、キャッチャーはせずに、そのあたりはこう読みやすかったですけど、あとはもうツルンツルンに滑っております。はい、あの9番若月なんて当たるわけもないですし、6番西野全然当たんないです。だからまあ当たるとしたら、本当終盤ある程度こうスタメンが固定できていったらこう当たるんじゃないかなと思うんですけど、誰が予想できるの2番ショート今度です無理よこんなのね。東大の過去問より難しいんじゃないかなとちょっと思ったりはしておりますけど、そんな中でですね、楽天とオリックス、まあ東大でですね気になった選手がいるので、まずはご紹介しながら次戦に向けてのお話をしていこうかなと思うんですけど、まずね楽天先発の則本投手ですけど、まあね今年去年ぐらいからやっぱりこう全盛期ほどの脅威っていうのは感じなくて、今までは本当オリックスがね、暗黒期の時はもう本当に何もとかとどうやって勝とうかとなってましたけど、もうね去年一昨年ぐらいからもうやったるぞと、もう全然行きますっていうような感じがあって、もちろんねオリックスがこう強くなったっていうのもあるんですけど、則本投手の年齢っていうのもちょっとあるんだろうなということで、5回ね被安打5、フォアボール2失点3ということで、まあエースとしてはこう則本投手としてはね、まあ物足りないような成績なんじゃないかなというふうに思うので、ここ負けをつけれたっていうのはすごく大きいですし、こう投げ勝ったなっていうような印象ですよね。でもう一人がですねフランコということで、マスケットね、僕も一番羨ましいなというふうに思っていた選手でございまして、まあ、メジャーでの実績がやっぱり一番いかついなっていうことで、まあ、なくて羨ましいなっていうふうに思ってたんですけど、今日のね試合見ると意外と長打ないのかなっていうふうに思ったんですよ。で調べてみたら打率がね2割6分ぐらいで、ホームラン2本で OPS が9割台でして、めちゃくちゃ長打ありましたね。さすがに舐めんなよっていうことですけど、それでもねフランコだけじゃなくて阿部選手ですか、ずっとスタメンで使われてたらしいんですけど、今日は代打で出てきて打率も1割台っていうことで、去年のね中日の本当に打撃の核となっていた選手なんですけど、パリーグに移って結構苦戦をしているってことですから、割とね立浪監督のこのトレードすごい言われますけど、この数字を見ると阿部選手のリリースっていうのは割と間違ってないかもしれないですね。もちろん今後、残り130試合以上残ってますから数字が大きく変わっていくとは思うんですけど、このまま行くと立浪監督の目っていうのはそんなに間違ってなかったっていうような言い方ができるので、このあたりねもう相手ながらちょっと阿部選手は非常にこうキーだと思っていたので、明日以降ですね、まあこう起きないように、特にオリックス戦ではね、注意深く見ていこうかなと思いますけど、まあ、そんな中でオリックスで、ね、まず投手からご紹介できればなと思うんですけど、まずはね山下俊平だですよね。プロ初勝利おめでとうございますね。まっすぐとそしてカーブがやばすぎて、そのあまりにですねフォークがそんなに質としては高くないと思うんですけど、まあ若干ね落ちてもフォークにこう振るぐらいね、それぐらいやっぱり影響してますよね。まっすぐとカーブ2つがもう素晴らしいので、他の球種にもこう生きるっていうのがもう本当にすごいピッチャーの特徴なんじゃないかなっていうことと、やっぱ吉野がね全球種ハイレベルっていうのがやっぱすごいですね。そう思うとね、で5回10奪三振四球3ということで、いやー本当に素晴らしい投球でございます。で粘ってるように見えて、特に先頭打者の西川春樹選手とかいましたけど、初回ねあれね前に飛んでないんでしょうね。だからもう粘ってるというからはもう何球投げてももういつか絶対こう打ち取れるみたいな感じになってますね。なんか全然苦にしてないというか、俊平太の方がで今年に関してはおそらく100球以内で制限してるのかなと。で宮城投手とかはねいきなりこう2年目からバッと行きましたけど、まあ、投げ抹消するんじゃないかって声もありましたけどね、明日どうするのかわからないですけど、今年に関しては100球以内っていうのはもう絶対条件で、かつ投げ抹消で回していくのかなっていう感じでですね、もう本当に吉野部宮城3番手俊平太になってますから、これでかいっすよね本当にね。なので、まあ、7回8回とか、完封とか完投とかよほどのことがない限りはないと思うんですよね。その分やっぱ中継ぎ陣にこうしわ寄せが来ると思うので、リリーフ陣が結構しんどそうなんで、まあ、疲労蓄積みたいなのがあるのかなとは思うんですけどね、その辺も、ちょっと影響はしているんじゃないかなとは思いました。そして二人目がですね山崎総一郎投手ということで、まあストライク全く入らないですね。ヒット打たれてフォアボールも出してということで、途中からね力をこうセーブして制御してますけど、あれね打ち損じもあってなんとかこう無失点に抑えれたなっていう僕は印象だったんですね。ソフトバンクだったらば炎上してるなっていうような感じだったので、正直今の感じだと勝ちパには入れられないというかね、勝ちパ3人ね入りますけど、俊平太のように5回で降りた場合は6
回からやっぱり勝ち系としていかないといけないと思うので、そこはね、近藤投手とかでもいいのかなとはちょっと思いましたけど、まあワゲスパックもそして吉久も結構不調なので、今の感じだとなんか宇田川投手ぐらい、ちょっとこう信頼できて任せられるのはいないのかなっていうような印象なので、まあ下ではねコットンとかいますから、ちょっと新しいメディリーバーを追加っていうのは、してもいいんじゃないかなとは思ったりはしてます。一方野手ですけども、まずね一人目が頓宮選手ということで、まあ、楽天といえば頓宮、則本といえば頓宮ということで、それぐらい相性がいいわけですけど、やっぱね今日も下位の方に、置かれていてですね、やっぱ下の方で、見てる分がいいのかなと。ね、4番とかだったらちょっとこうね期待がかかりすぎるっていうことで、まあ一発打ってくれたらいいなぐらいの方がいいのかなってことで、6、7番すごくいいですよね。適正な順位なんじゃないかなと思います。で、2人目がですね若月選手ということで、森選手がね結構怪我してるので、今がやっぱり正捕手奪還のチャンスだと思うんですね。で、そんな中で1打席目にですね、いきなりあのセーフティーバントの構えをするんですよ。ランナーいないですよ。全く意味ないと思うので、これ毎回やるんですけどね、どっか毎年絶対やるんですけど、マジで意味ないと思う。その内野手ピクリとも反応してないと思うんですよ。だからなんでやるのかなっていう、まあね、ちょっとそのボールを見やすくするためとか打ちやすくするためにちょっとこう意図があってだとは思うんですけど、シンプルにセーフティーバントで作戦だみたいなことをやってるのであれば全く意味がないのかなとは思いますね。ただ1打席目とそして4打席目、最初と最後にヒット打ってるんで、まあマルチヒットなんですけど、まあ去年に比べるとね、割とこう長打っていうのが少なくなってきてるなっていうことで、3割7分5厘ですけど、なんかアヘ単化してしまってるのかなってことで、中島監督ね、あの茶野選手でもやっぱりこう長打がちょくちょく出ているので、やっぱこう長打がない選手はどれだけこうね、数字を稼いでいてもちょっと打てなくなったらすぐに変えられますからね、やっぱり長打っていうのは割と意識してもいいんじゃないかなと思いますよね。そして3人目、ゴンザレスということで、今日はもう野手に関してはマーゴの日ですよね。1打席目に、打った瞬間のライトのホームランね、あれインコース真ん中のまっすぐですけど、2打席目、2打席連発ですよ、ライトホームラン。真ん中低めのちょっとこうフォークということで、やっぱね、あの変化球のあそこツボなんでしょうね。ストライクゾーンの真ん中低めだから落ちるボール振るんだなっていうのをちょっと改めて思ったんですけど、3打席目もですねヒット打って猛打賞で、気がつけばですね6分上がって打率が2割8分2厘になってるんですね。すごいですね。まあ試合が少ないんでね、こういう試合があればぐっと数字は上がっていくんだろうなとは思うんですけど、まあ真ん中低めが好きなんだなってのちょっと思いました。で、守備に関してもね、今日ショートでしたけども4連発ですよ。守備範囲はね普通なんですけど、肩が強い。だからねやっぱすごいですね。ここはまさかこんなユーティリティでホームラン打ったらそんなもんね、もう中島監督もよだれまみれになると思う。で、なんとかゴンザレスだけでもね活躍してくれてよかったなっていう今は思いますけど、ぜひこの数字をキープしていただきたいなと思います。あ、やっぱ助っ人が活躍すると特にオリックスファンは嬉しいんじゃないですか。僕はめちゃくちゃ嬉しいんで、シュインデルは何してんねん、ほんまにお願いしますよね。そして4人目が中川圭太選手ということで、今日ね4番で起用されましたけど、僕はねあの不調になりつつあるのかなと思って下の方に予想したんですけど、まあ楽天との相性がいいっていうのもあったんでしょうね。それで使われてたんですけど、3打席目にバントしたんですね、森選手が出て。マジで多いですよね、送りバント。どうするんですかそんなに。で、4打席目もですね、タイムリー行って追加点ですよ。で、あれね、森選手がちょっとこう走塁ミスみたいなことがあって、あそこをほんとカバーするような活躍で、まず追加点が大きすぎるっていうのと、スランプを中川圭太選手のこう阻止したっていうのもすごく大きかったんじゃないかっていうことで、まあ二重の三重の意味で大きかったんじゃないかなと思いますね。そして5人目、森友哉選手ということで、まあツーベース含めて今日マルチのヒットですけど、やっぱり、ね、打撃能力がさすがですね。群抜いてる、頭2つぐらい抜けてるんですか。気がつけば打率2割3分からですね、1割2分上がって3割5分1厘になっておりますね。心配無用ですよ、本当に。黙ってオープン戦の成績悪いとか言ってた自分ね、本当どつきたいですけど。で、ね、走塁意識が高いっていうのもちょっと正隆とは似てる部分ですよね。長打も狙えるしっていうことで、やっぱね正隆と森選手のこのタッグっていうのは見たかったですよね。3番森、4番正隆、5番ラオウとかですか。素晴らしいんじゃないですかね。ちょっと見たかったなと思いましたね。そして6番が、ラオウということで、強引のホームランですね。あれ高めのボール球ね、もうパワーマンブルで言ってましたけど、僕はなんかねああいうので結構ストレス発散じゃないですけど、こう晴れてねいいんじゃないかなと思ったんですけど、解説の方はあのボールを振るっていうのは不調らしいですね。不調だったらあそこホームラン打てへんのちゃうかなとかは思ったんですけど、まあでもね相手チームのこのリリーバー勝ちパかどうかはちょっとそこまで置いてないのでわからないですけど、 A チームだとは思うんですね。このソンチャーホ、彼を打てたっていうのは今後にやっぱかなり大きいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあエースも打てて A チームも打ててってことで、
楽天戦はもしかしたら、有利に働いていくんじゃないかなと思います。まあ、うちで言ったら、吉信と、まあ、宇田川がですね、打たれたみたいなもんですよね。これ結構大きいと思うので、すごいですよね。まあ、そんな中でですね、まあ、こうした試合、ざっと振り返ってみたんですけど、皆さんいかがでしたか？皆さんがこう、目に留まった選手は、僕は名前を挙げましたでしょうか？名前を挙げなかったら、ぜひね、挙げてもコメントの方に残してもらえたらなと思うんですけども。今日のやっぱ MVP は、すいません、ちょっとゴンザレスと迷ったんですけども、やっぱシュンペーターかなと。結局ね、試合作ったのはシュンペーターですから、まあ、明日シュンペーターであると。ね、まあ、明日はね、どんな試合を繰り広げるのか非常にこう楽しみです。もう、そんな中でですね、明日のスタメン予想、まあ、あんまり大きい声で言ってもね、外れますから、言わないようにしてますけども、ご覧の通りでございます。1番から5番なんて今日と一緒ですからね。もういいじゃないですか、勝てたんで。で、6番から9番までがちょっとこう、もう好みというか、ね、太田亮選手とか、宗選手とか、頓宮とかをどうすんねんみたいなので、ちょっと迷いましたけども、こんな感じでございます。まあ、茶野選手は当たると思うんですよね。で、3番の森選手は当たると思うんですけど、それ以外は本当にもうね、博打なんで、当たればいいかなぐらいの感じで予想してます。はい。まあ、とは言ってもね、オリックス、やっぱ中継ぎ陣が心配ということで、ソフトバンクだったらやられてるんだろうなっていうような試合展開でしたから、楽天だから勝てたっていうのはあったんじゃないかなと思います。あとはね、このまま行ってしまうと、キャッチャー若月、DH 森の方がいいんじゃないかっていう声がすごく出てきそうなので、そういう時に中島監督はどうジャッジするのかっていうのは見ものだなというふうに思いますね。はい。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回の動画でもオリックスについて語っていこうかなというふうに思っておりますので、チャンネル登録と、そしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。